俺は東京の大学に合格し、入学直後のオリエンテーションで仲良くなったミナミと付き合い始めた。すごく気が合って喧嘩することもほとんどなかった俺たちは、将来のことを考えてすぐにお互いの両親に紹介を済ませていたし、ミナミのご両親もとても仲良くしてくれて、あとは大学を卒業するだけという状態だった。そしてミナミと付き合い出して2年が経った頃、あの震災が起きた。震災があった地域の出身だったミナミは、少し周囲が落ち着いてから、実家が心配だからと言って帰省していき、家族全員無事だったと連絡が来た時は本当に安心した。それから少ししてミナミは東京に戻ってきたのだが、またすぐに実家へ帰ってしまった。でも俺は親思いのいい子だなと思っていたんだ。ミナミの異変にも気づかずに。ミナミがこっちに戻ってきて夏休みも目前になった頃、一緒に食事をしていた時に突然、好きな人ができたから別れてほしいのと言われ、一瞬理解できなかった。は？ごめん、意味わかんないんだけど、という俺にミナミは、震災があって実家に帰ることが多くなったでしょ？向こうの避難所でね、高校の同級生のコウジと再会したの。いろいろ話してるうちに、高校の時好きだったけど言い出せなかったことがお互い分かって、そしたら気持ちが止められなくなって、それにまだまだ家のことも大変だから、大学を卒業したら実家に帰ろうと思ってるの。だったらコウジと結婚したらどうかってことになって、今話をまとめてるところなんだと平然と言ってきて、ますます意味がわからない。俺は、待って、頻繁に実家に帰っていたのはそういう理由だったの？いきなりすぎて今は冷静になれないから、少し時間を置いていいかな。今度またその彼も交えてちゃんと話し合おうと言って、とりあえずその日は帰った。帰りながらだんだんムカついてきて、コンビニで大量に酒を買って帰った。翌朝、二日酔いの頭と共に起き、あ、意外と平気かもなんて思った俺は、実は薄情なやつだったのかもと思ってまた落ち込んだが、だからといって怒りが収まったわけではない。この気持ちに整理をつけるためにも、ミナミには少し痛い目を見てもらおうと思った俺は、友人の拓也に相談することにした。そしてミナミと食事をしてから数日後の週末に、ミナミとコウジと話し合いをすることになり、俺は拓也を連れて行った。話すと言っても相手側はひたすら謝罪。ミナミは、震災があっていろんなことが変わってしまった、でもそんな中でコウジと再会できたことは運命だと思うの。だからコウジのことを大切にしたい。俺くんのこと嫌いになったわけじゃないよ。だからこれからいい思い出に変えていけたらって思ってる。なんて綺麗事ばかりを並べていて、俺はもうどうでもよくなってしまった。拓也は俺の代わりに、運命？何言ってんだ。あんたのやってることはただの浮気だよ。最低だな、ほんと。と怒ってくれていたけれど、コウジは、何と言われようと自分たちのやっていることは批判されても仕方ないことだと思っています。俺たちは何をされても、例えば殴られても仕方ないと思っていますし、その覚悟もありますと言っていたが、俺は、殴られる覚悟って、そんなことしたらそっちがすっきりするだけだろう。俺もミナミと結婚前提に付き合っていたから、そう簡単にはい分かりましたとはならない。でももう無理だよ、さようならミナミ。そう言って俺と拓也は4人分のお会計をして店を出た。その後俺は拓也と飲みに行った。
俺は拓也に、俺の代わりに怒ってくれてありがとう。でも途中からなんかどうでもよくなっちゃったんだ。でもあれだけコケにされたし、仕返しはしたいなと思ってるんだよね。やられっぱなしとか嫌じゃん。というと拓也は、お前は淡白だからこのままなのかと思ったけど、やっぱりムカついてたんだ。よかった、俺も手伝うから、お前らしくしっかり二人に仕返ししてやろうぜ。と言って笑ってくれ、俺は本当に拓也に相談してよかったと心底感じていた。実は俺は何かあった時のためにあの店での会話を録音しておいた。証拠って大切だからさ。その録音データを CD に移して、俺と拓也は南の実家へ向かった。南の実家に着き、とりあえずご挨拶しようとしたら、南の母親が出てきて、開口一番に罵倒されたから、俺はびっくりして固まってしまった。黙って南のお母さんの話を聞いていると、南が俺と別れたのは俺の浮気が原因ってことになっているようだ。そして昇進の南を慰めてくれた浩二と付き合うという流れになっているみたい。反論してもよかったが、バカバカしい嘘で塗り固められた話を信じている南の母親に言っても聞く耳を持たないだろうと思ったので、俺は言い返す気にもなれず、南の母親に録音した CD を渡し、この CD お父さんと一緒に聞いてください、今までお世話になりました、と言って南の実家を離れた。次に浩二の実家を訪ね、同じように CD を渡して、その晩は南たちの地元のホテルに一泊し、拓也とゆっくり酒を飲んだ。拓也が、なあお前本当にあれで気が済んだのか、ひどい悪用だったじゃん、どうせならとことんやってやろうぜ。拓也がそう励ましてくれる気持ちが嬉しくて、酒が入っていたのもあり、俺はそうだな、徹底的にやってやるかと笑いながら、その晩は盛り上がったんだ。翌日南から電話がかかってきた。あれくん、あなた一体何考えてるのよ、あんなことして訴えてやるから、とえらく攻撃的だったけど、俺は内容だけ聞いて電話を切った。その後浩二からも電話がかかってきたが、内容はほぼ同じ。電話の周囲の雑音の感じからすると、二人はもう一緒に住んでいるようだ。なんだかもう心変わりの速さにびっくりする。俺たちは二人を相手にすることなく東京へ戻った。夏休み明け、学食で拓也と話していたら、俺が南と一緒にいないことを不思議に思った他の友人たちが声をかけてきた。だから俺は今回のことを正直に話してやったんだ。友人たちは気の毒そうな顔をして、俺をそのまま飲みに誘ってくれ、みんなで大学近くの居酒屋に向かった。男ばかりの飲み会はくだらない話題で盛り上がるから純粋に楽しい。ことの顛末を一部始終話すと、いきなり友人の厚也が、俺許せないよ、校内に壁新聞貼ってやろうぜ、と言い出し、酒の勢いもあってみんな大盛り上がり。ノリで俺くん彼女に振られる的な新聞を作ることになった。翌日からゼミの教室を使って制作がスタート。出来上がった新聞は校内の目立たない掲示板に貼り出してみた。南は学校に来ていないし、目に入ることはないだろう。その壁新聞を見て、俺はなんだか達成感を感じていた。しかし拓也が俺に言わずにこっそり南と浩二の実家付近に壁新聞を貼ってきたらしい。お前勝手にやるなよ、とは言っておいたが、拓也の気持ちもわかるから咎めることはしなかった。だがその後割とすぐに南の実家から電話がかかってきた。相手は南の母親で、
あの子のしたことは許されないことだし、あなたには本当に申し訳ないと思っています。でもこの新聞はやりすぎでしょ。人の心ってものがあなたにはないんですか、と言われたので、南さんと別れる時に何をされても仕方ないし、その覚悟もあると二人がおっしゃっていたんですよ。だから今回のことも仕方ないんじゃないですか。南さん自身がおっしゃったことですし、発言の責任は南さんにありますよね、と大きい声で言うと、南の母親はでもと言っていたけれど、話になりませんね、と言って俺は電話を切った。電話を切った瞬間、俺はああ終わったと一人つぶやいた。後悔なのか達成感なのか、何とも言えない感情だったんだ。それから4年経ち、俺は会社員として働いているが、中身は何も変わっていない。友人はたくさんいるし、それなりに幸せだけど、彼女はまだ作る気になれずにいる。